人が集まり始めた。これはたまらないと。じゃあこの際北詰めを落とそうということで、かねてまで堀島に警察側にありますが、かねてまで偽造してまさにこの北詰めを落とそうとしていたわけです。そして現在は偽造カルテが証本だと、そういうように公文書で千葉地検の倉庫に現在収まっています。ですからこの北詰めがこのように皆さんの前で主張しない限り、また誰かが北詰めを殺す、実は千葉刑務所の人を殺そうとした、それを法務省の強制勧告はほっとく、それどころじゃない、まさに容認した、そういう事実がそこに残っています。こういうことでやってるから、いつまた殺そうとするかしない。ですから皆さんの前でこの北詰めがすごい戦いをしているんだと、おざおざなんて言って聞く声を受けている、四国から出てきている藤間俊一さん、あんなデタラマなのが野田氏に向かって脱原発で、脱原発といえば聞く声が集まる、そうした自分が鬱憤晴らしをするために国会議員としての権利欲を使うんだと、そういうのを容認しているのがまさに小沢一郎のところの配下である森山子幹事長代理、そして国民のために国民の生活が大事だとふざけたことをつけている小沢一郎だ。相手の犯罪組織はまさにまた共産党に断りもなく、共産党は我々の中に入れる、そして共産党本部まで乗り込んで協力しろと言ったら断れると、そうしたら共産党というのはデタラメだと、インターネットで拡散しろと、藤島が CNN というふざけたやつらにあいつも告訴した、今度は民進でやります。まさに私はそういう意味では正義の戦いをしている、正義だ正義だと言ってるやつほどデタラメで人を陥れても自分の売名行為をする、藤島やまさに国民のために政治をやるんだと言ってる小沢、あんなあんな嘘だ、小沢一郎党という名前にすればいいんだ。私は何も小沢一郎を純粋に応援する者、それからまさに国民の生活が第一を純粋に騙されていても応援する者を私は妨害する目的で言ってるわけじゃありません。そういう純粋に応援する者を利用して、小沢小沢国民の生活が第一といえば寄付行為がもらえる、そして自分の売名行為が通る、自分の一本話で国民を騙して、そしてまさに冤罪被害者をさらに苦しめる、そういう行為を平気でやるやろはうじゃうじゃいると、それを野放しにするのがまさに小沢一郎であり、私は全て証拠を持って言っております。何も藤島ごときをただに陥れるために、国会議員にしないために、皆さんこれから始まる12月4日までが名前を挙げて私はやりますが、これからニュースでまさに千葉4区で野田氏の対抗馬に立つ、これが反原発だとかどうのこうのって言って藤島だとか、そういうものは名前が出たあいつは売名行為で北詰めを冤罪被害者をさらに自分のデタラメを隠すために、まさに寄付行為を受けてるのがどうなのか聞いてるだけで、人の誹謗中傷を日本中に流してるから
あのバカの草詰めはほっとけと。何を議論する場所に乗せてるものを自分が答えるに、そういうことを拡散する、こんなものがおざわおざわ国民の生活が大事と言ってれば、そんなバカ者に寄付行為をさせて毎晩酒を飲ましてグラグラ本物がインターネットで流してる、こんなを見てまたふざけた寄付をしている野郎がいる。ですから私が言ってる証拠をあいつは特訴しております。声を上げて人を陥れるために私がやってるのではありません。本当の真実で、私は政治など言っている時間はない。だけれども今こういう時期ですから、皆さんは今度は騙されずに、脱原発だとか国民の生活は大事だとか、そんな上辺のことを言ってるやつに騙されないでくださいということを言いたい。政治に関しては私を陥れてまで、おざわおざわ国民の生活は大事、あんなこと言ってるやつはみんな突発です。自分のことしか考えてない。おざわはまさに政権権力を手に入れるだけだっていうのは、まさに身内が言ってます。共産党に断りもなく、共産党を入れてまでオリーブ構想というのは作り上げているんだと。小沢氏がそういうふうに、さあもっと前、以前から言ってますよと、国会議員のある人間が私に言ったと。藤島敏一さんはインターネットで暴露してます。そして協力し合わなきゃいけないと、共産党とも協力し合わなきゃいけないと小沢が言ってるんだからと言っていながら、昨日あたりからまさに共産党はダメだと、デタラメな党だと、テレビが返したことを言っている。そしてインターネットでも拡散しろと、何が人の党の方針まで手順をつけてみんなに潰せと。共産党、私は共産党を応援するじゃないし、小沢を応援するもんじゃない、ありません。しかしそうやってです、小沢小沢国民の生活が大事言っている藤島や CNN というやから人を閉じ入れてまでそういうこと言ってる。まさにあいつらこそデタラメな奴らだ。日々タンタンがそこにいるが、あいつも言った、まさにインターネットでもこの北朝鮮が書き込んだものは皆さんが読めないようにして、こんなことして既存の放送局はデタラメばっかりやる。だから我々は不公平な、まさに正義を放送するんだと、インターネットでやるんだと、森友子先生も推奨して各州であなた方に情報を流しましょうと、こういうことを言ってるんだと言ってるんだ、あなた方は。そういう意外なことをやって、まさに世論調査もデタラメだと。小沢一郎、国民の生活が大事だというのを無限に低くして、そういうことで藤島が地元の高知でまさに自分がアンケートを取った、約100人ほどの者がアンケートに応じて